ご視聴ありがとうございます。今回は冬にやっておくといいこと、特に根についてご紹介します。ちょっと難しい話にはなるんですけれども、とても勉強になりますので、皆さんぜひ最後まで見てください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。開花園の三國です。今回はですね、冬にちょっとおすすめの、肥料じゃないんですけど活力剤ね、で今話題となってる、例えばリギダスとか、あとストレスブロックとか、もっと細かく説明せよという方いらっしゃるかもしれないけど、まあ僕の推測ですよ、僕の推測上で、ちょっと理解しておいてほしいなと思うことをいくつかポイント挙げてね伝えたいなと思いますんでね、はい、ちょっと中級編になるかもしれないんですけど、よかったら見ていただけるといいかなとは思います。もしよかったらね、いいね、あとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、はい、それじゃね、今から、まあこれから寒くなってくると、まあ人間も同じで、寒いとやっぱ病気にかかりやすかったり、まああまり動き回ることできないじゃないですか。でやっぱ寒い時っていうのは人間っていうのは根本的に服着たりとか、まあ例えば温かいものを食べたりとかってして自分の体の体力を消耗できないような行動に移るわけなんですよね。例えば暑かったら服を脱ぐ、寒かったら冬服を着る。で植物も同じでね、10度ぐらいから25度、6、28度ぐらい、ここぐらいの温度が一番やっぱり動きやすいんやね、うん、実を言いますと、例えば、パンジーのビオラもそうやけど、パンジーとかビオラとかやって冬型の植物ってこの5の辺り、ここらでも育つんやね。でも観葉植物はこの下の温度がここがやばい、15度以上ってなってるわけ、でも上は28度、うん、ねっていう形、ここのズレなんやね。まあちょっと書くと、まあ例えば他にも強い植物ありますよ。でもまあ平均をとって言ってくる、ここが0度、ここが例えば40度ってするじゃないですか。5度ね、下が0度、上が40度ね。で人間もそうじゃないですか、上に行けば行くほど温度高くなってきますよね、はい、ね。で例えばパンジーのビオラとかやったらここでもいけるんですよ、最低温度が。でここのここら辺のね、例えば15度とか15度、ねね、ここの間、この間が居心地がいいやつなんですよ、うん、この間ね。観葉植物はどうかって言ったら、こっからこれ10度やろ、こっからこの上25度、ここが一番ホヤ類とかもなアデニウム、例えばそういったものも好きなので、開墾植物ってなるとここの上10度、25度から35度、これちょっとあれやけどね。で40度以上になってくるとこれなかなか難しい、うん、全体的にね難しい。人間かって40度超えるとマジってこれやばいでしょ。だってさ、地球っていうのは例えば生命体が生きてるところって、例えば北極とか南極ってマイナス20度とかじゃないですか。なら亜熱帯のくそ暑いとこって多分50度のとこってあるかどうかわかんない。人間が存在してるところってどこかって言ったら、だいたいねここら辺度から40度のここら辺度で生きてるわけ、うん、でここに比例してるのが植物なので、ここにここら辺度は耐寒性の強い植物、ね、でここは耐暑性、暑さに耐えれる植物、うん、っていうことを覚えておくといい。これいかんなってくると人類も減ってくわけ。これが北極やら南極、ここね。でここになると砂漠地帯、わかるかな、砂漠地帯になると人あんまりいないでしょ、ね、動物も少ないでしょ、うん、だからに植物と生き物っていうのは当たり前のごとく共存共栄してるわけで、僕たち楽しんでるのはここで観葉植物とか食べ物でないやね。植物ってもともと食べるもんやから、わかる、絶対に共存していかないと人類滅びるわけ。言ってること分かるかな、はい、きつい。僕らは今花屋さんやでかっこいいことばっかり言ってるよね、かっこいいことばっかり言ってるじゃないですか、見るっていうのは。でも、はい、僕らが、まあ、例えばもう生活できなかったら花なんて買ってる余裕ないやね。何買う、みんな食べ物やろ、うん、ねね、食べ物で一番作りやすいのは何、米、あ米、うん、米やり
例えば動物ってなかなか牛育てるの難しいやん、ね、牛とか魚とかね、うん、とか豚とか一番早いのは野菜とか米とかそっちだと早いやん、わかる？だからそこら辺とか共存共栄されてるのもここなの、この温度なの、皆さん覚えておいて。で今どこら辺度にいるかって言ったらここでしょ、ここここっていうのはここの植物にとってみればここって適正場所でないわけ、すっごく体が疲れてる、これが観葉植物。例えばここの開根植物とかも、まあ、例えばここまでになってくるとアデニウムとかね弱いわけだから暖房かけなさいって言ってるわけ、温度をいかにして上まで上がっていくかってことが大事なの、わかるかな言ってることがね、でそのここ今はここら辺度行ったり来たりしてるから、ここら辺度行ったり来てるから植物にとってみればここの植物全体的に疲れるわけ、めっちゃくちゃ弱ってるわけ。そういった時に与えるのは何？ご飯？栄養、うん、そう栄養、栄養ご飯やん、ビタミン、あそう力やね、力やね、力を与えていかないといけない、エネルギー、そうエネルギーで、エネルギーを与えていくのが何？メネデールって言われてるわけ、はいね、なメネデールを与えてどうなるの？元気になる、うん、な元気になったらどうなる？ご飯食べようとする、あご飯食べようとするったら何？ご飯ってどっから食べるの？根、ね、根っこの先端、先端からやろう。まず最初に根っこを伸ばさないといけない、うんね、で根っこっていうのは3パターンあるって知ってる？ちょっと難しいよ皆さん3パターン3パターンあるって覚えておくといいと思う。根っこっていうのはこう植物があったらボーンって伸びてるのをこれ主根って言います。はい、主根、太い根っこ、そうそう、これ主根、これ主根っていうのは実を言いますと水と窒素成分があれば伸びるの、覚えとくといいよ、うん、だから野菜って毎年取るでしょ、主根伸ばせば野菜できる、葉っぱやから、そう、うん、だから窒素巻くわけ、うん、だんだん難しくなってくるだから最初に主根の、で主根は水と窒素さえあればいいで、はい、ね、観葉植物の液肥と水を与えればいい、はい、で大事なのは主根は花咲かせることできる、はい、葉っぱに栄養を、そうそうそう、でこの主根から次に横にこうあれで根っこが出てくる、うん、これを側根って呼ぶ、速根初めて難しい太い根が主根ができて、主根から新しい横に枝が出る、はい、これ速根っていう、速根、二次根って言ったかな、ちょっと分かる、これ一番最初にできた主根を一次根っていうわけ、で次に出てきたやつを二次根っていう、何個も名前ある、そうそうそう、でまあそれやるとややこしくなるから、まず主根ね、主根が伸びて速根ができる、だから根本的にまず最初に植物に元気を与える、これがメネテール、はい、覚えておいてください。そうすると主根が伸びます、主根ギャッと、ね、でも主根は水と窒素しか吸わないの、ね、で次に大事なのが何やと思う？速根が大事なの、はい、で速根が実を言うとリン酸成分を吸収するって言われてる、リン酸、そう、花芽つき、だから花がつかないつかないつかないって言った場合、ね、もし興味ある人やよ、パッてやるの、速根ないから、うん、細かい根っこがない場合は花つかない、歯根ばっか伸びてるの、太い根っこだけ、わかる、ね、で速根をこう出すの、で速根がこう横から出るとリン酸成分吸えるようになるの、難しい、うん、じゃあその速根伸びるやん、はい、速根伸びてこっからまた新しいんで、ね、はい、でそれを毛細根って言われる、毛細根、細かい毛の根って、うん、毛細根って言ったかな、確か毛の細かい根って書いて毛細根、間違ったらごめん、うん、俺もあんまり勉強不足やる、うん、ね、でそういうふうな順番があるの、うん、ね、主根、速根、毛細根、うん、これ3つが揃って初めて綺麗な植物に出来上がることができるの、これなかなか難しいよ、うん、で一番大事なのは何？毛細根まで作ることやろ、うん、ね、主根、速根、毛細根、はい、これを作っていく順番があるの、うん、で一番最初に元気をやるやろ、
元気を与えて、次にやるのが何がいいと思う？メネデルの時に、あのメネデルやってから次にやるというのは観葉植物の肥料だべ。まあそれでもいいよ。でもそれは思考を伸ばすための、うん、窒素成分を育てて、次に与えるというのが引き出す。引き出す、そうそう、引き出す。引き出すっていうのは思考ができて毛細根を出す時に、わかる？プルボ酸とかアミノ酸とかっていうのがそういうことなんだ。うん、ね、ちょっと難しいかな。まあ頭に覚えてって、一番最初メネデール、次にリキダス、次にストレスブロック、うん、でストレスブロックを与えていくと毛細根まで伸びる。へえ、はい、ね、だからこの3つをね、実を言うとこれ肥料でないの、うん、これぜひ皆様におすすめしたいんやけど、冬とかの観葉植物とかさ、まあ、例えば多肉植物とかさ、例えばポインセチアとかシクラメンとかね、みんな肥料やるでしょ、うん、意味ないから大事なのは根っこを健全な状態に持ってくってことがすごく大事なの、すごく大事なのね。で、根っこって土の中に入ってるもんやから分からんわけ、うん、分かる？で、見えない。そう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 、だからもう根本的に根っこ一貫にしてこう守ってあげるね。で、毛細根っていうのはどういった時に伸びるかって言ったら、土が乾いてる時に伸びるの。うーん、覚えと、だから水を、土を濡らし、乾いたら水やる、乾いたら水やるって言ってるやろ、うん、ね、だから何が伸びるの？毛細根が伸びる、主根が伸びるの。でも主根はどうなんの？窒素成分しか伸び吸わんの、うんうん、だから乾かして水をやるって言うと、主根は伸びるんやけど側根は伸びんの。へー、ああ結構多いやろ。皆さんパーってやった時に細かい根っこまで伸びてますか？伸びてないの？伸びてない多いやろ。これなぜかって言ったら、歯根ばっか伸びてるで、うん、うん、なんか毛細根伸ばすためにはどうしたらいいかって言ったら、力出す、うん、力出すとかストレスブロックをやるわけ、うん、分かる。だから肥料いくらやっても側根は伸びん、うん、覚えとくといいよ。よかったらいいね。へー、うん、だから根っこがある程度健全になった時に肥料を与えるんであってさ、健全もなってない毛細根も伸びてない時にいくら肥料やってもダメなの。だから僕肥料あんまりやらなくていいよって俺言ってるやろ、うん、農場で俺肥料あんまりやってないよって言ってるやろ、うん、うん、僕はそれよりもいつも言ってるのは何かって言ったら、根っこを中心に見てるんですよ。だからリキダスとかメネデールとかストレスブロックとかで、ある程度根っこが伸びてきたら微粉タイプをおすすめしてるんですよ、うん、で微粉タイプって、ハイポネクシアの微粉タイプ、これ案件じゃないでね、肥料は2の次3の次なの。でも皆さん肥料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 ご飯ご飯ご飯ってやるけど、体がうまいことになってもいいのにかね、例えばもう衰弱したおじいちゃんおばあちゃんにさ、はい肉食べなさい、なんちゃら魚食べなさいったって食べるわけないやろ、思わ。例えば生後3ヶ月の頃に、生後5ヶ月の頃にこんな豚肉を与えて食べる？油とか食べない、食べないやろ。何与える？食べやすいものやろ、うん、そうやろ。だから そういうふうな、まず最初に体を作ってあげるわけ。例えばね、衰退したおじいちゃんやったら運動できるぐらいの体まで持ってってあげるわけ、わ、うん、かる。人間じゃこれ難しいよ。で植物やったらできるわけ、うん、だってメネデルグッて一回飲んで、その後にリキダスグッて飲んで、でその次にストレスブロックグッて飲んで、その次に肥料を食えばいいの、わかる。でそういったのをね、今のうちに冬の間多少なりやっとくと便利かな。ね、なぜかなぜかって言ったら、冬の時って活動しないから肥料って食わないんやね。でも根っこは伸ばせる可能性はある、ある、ある程度の温度さえあればね。で、で育つ時っていうのは日照時間が長い時期や。これ4月5月6月桜とかそうやろ。桜とかも日照時間が伸びて、葉桜とかも日照時間が長くなった時に葉っぱが茂るやん。今からは日照時間短くなる時に、わかるかな、いくら肥料与えたってダメねんね、うん、僕はそう思ってる、うん、肥料与えだから3、6、9っていうのがそうなの。よく皆さん聞くでしょ、肥料は3、6、9って。うん、なら11月、12月、1月、2月何やっとけばいいの？いや、あったかいから寒いから室内に入れたほうがいいですよ。いや、室内日光当たらんけど、風ないけど、温度ないけどって悪条件全部揃ってるのが室内なの、うん、
わかる？つまり言った環境にせざるを得んから体弱っちゃうの。弱ってる時に与えるというのがそういったこの3つね、与えるといいかなと思いますんでね、ぜひこれを参考にしていただけるといいかなとは思います。なぜ葉っぱが黄色くなるのか、なぜ葉っぱの先端がね茶色くなるのかね、例えばシクラメンが何でか知らんけど葉っぱが黄色くなったら葉っぱが黄色くなるのかって問い合わせ多いでしょ。これはなぜかって言ったら根本的にやっぱり弱ってるんですよ、弱る第一の理由っていうのがあるの。一番は光と風なんですと、温度、この3つなの。これだけ覚えておいてほしいなと思います。はい、はい、次回はね、それじゃあ光について、はい、簡単に説明しようかなと思います。はい、それじゃあ内容が良かったらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。